はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシロカンナでございます。それでは、鬼、続きからやっていきたいと思います。前回は、カンナちゃんとお花見が、人間島にはお花見ができるんじゃないのかなっていうので、いい考えだと思うけど、桃太郎とお花見は無理だなっていうことで、話が終わりましたね。ごめん、ここにキノコがあると思って駆け出したけど、キノコじゃなかった、ごめん。キノコがあるように見えたの、ごめんね。じゃあ、友を守れって言われてるこいつをぶん殴りましょう。こいつを倒したら次は24やから、大ボスってことやんね。また、なんで、金目鬼か。金目鬼との戦いになるんやね、こいつ倒したら。次はどんな必殺技を私は得られるんだろうか。で、はい、23。うわ、出た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 。もうだるいよ、お前。いけ、いや、でも横スクバンや、横スクバンや、横スクバンや、横スクバンや。なんか言ったら横スクバンって今。怖そうな鬼がいるってやるけど、全然こいつらはボーナスだよね。稼がしてもらおうぜ。魂出せよ。出せよ、魂。いや、一体残っちゃった。もったいないことした。もったいないことしました。もったいないことしちゃった。いいコンボ。いいコンボもったいないことした。ほら、ゼニスケ行くよ。ありがとうじゃねえよ。横スクはまだありがたいな。ゼニスケがだっていつもこれさ。ん？ゼニスケ？行くよ。あ、でもこいつが来るのか。空中、円月殺法くんが来るんか。いやー、円月、私にヒート送れ。はいだ、よしよし、倒してね。オッケーオッケー。やめていいじゃねえ。お前そっち行くな、バカタレ。よしよしよし。全員倒した。回収。オッケー、12コンボだって。最高点じゃない？あ、1点残ってるって。ごめんね。お前どうして残ったん？こっちだよ。バカタレ。痛いじゃないよ。お前も自衛の策を上、持ってこい、自衛の策ぐらいさ。その鞄から出せ。ダブルアームぐらいさ。アームが出て倒せるような感じになっとけ。絶対ヤギまでおる。ヤギちゃんおるはだるいな。ヤギちゃんおるはちょっとだるいな。ちょっと待って、分身するか。行くぜ、分身フェイント。うん、もう一体増えるぜ。もう一体は増えないんだった。行くでーみんなー。数の暴力には数の暴力や。なんか浮いてんな、一人浮いてんな。ちょっと回収するな、魂。回収、魂回収しとくね。回収、あ、魂回収。あ、なんか行ってる。一人行ってる。やべ。なんか来たじゃねえのよ。ちょっと回復しとこうか、一個。とりあえず、全然に。いやー、危ねえ。あ、でも黒いシカヤギやけん。全然マシか。まだマシですね。マシですねって言いながらボコボコ食らいよるけど。あ、しかもこれ回復で一回使ったら全部使っちゃうよね。もったいね。もったいないことしない、今。ちょっと待って。ちょっとどころじゃないな。だいぶもったいないことしちゃったな。いや、ハート一個分の回復とかにしてくれるんかなって思ったけど。ちょっと足りないや。もったいないことしちゃった。敵出てくる？ん？やっぱゼネスケが近づいてこ、ああ、そうだね。ゼネスケが近づいてこな。無理っぽいね。最後の敵か。ああ、白いやつがおるね。なるほどね。ああ、ごめん。めっちゃボコボコにされた。危ね。あ、無敵じゃなかった。無敵にしなかった。しまった。まあいいか。うちは魂回収しとこう。回収。あ、魂回収。あ、やべ、復活しちゃった。何体か復活しちゃった。ごめん。あいつらが倒してくれてるから。あいつらが回収し。あ、やべ。危ね。全回復しとこう。いや、地味に食らうんだって、お前のこれ。痛い。痛いのよ、地味に。地味に痛いのよ、バカタレ、こんな野郎。上空やっぽいけどなさすぎてちょっと。私の。あーんってやるわ。もうやだやだやだ。
やだやだやだ。オッケーオッケーオッケー。あー、あー危ねえ。あいつ白物耐えてんのもしかして。2コンボもらっていこう。華麗な2コンボやね。華麗な2コンボ。いやいやいや、危ねえ危ねえ。危ねえ、回復して、回復して。やだやだやだ。いやー、くそ。殴ってこないで、解放、魂倒してるときは、攻撃しないってお約束でしょ、バカ。だから、戦いに行く、ここ。あ、こいつとめちゃくちゃ戦いに行く。フルチャージ、バチれる。いやー、それ怖い。どっち来る。あー、やめて。やめてよ、やめてよ、それ。やめてよ、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 バックステップなー、怖いよ。お前、ジャンプ攻撃とか持ってんのかよ。なんで、オッケー。あー、えら。えらいよ、こいつ倒すの、ほんとによー。どうしてこんなに。いや、でもまあ、ちょっとコンボミスはあったけど、そう、コンボミスがなければ14まで行ってたね、マックスで。あれで最後だったんだよね。ジンスケ何しに外出てた？荷物重いな、じゃねえのよ。あ、でも鬼500体撃破やって、もう、早いね、早いもんやね。いや、ストーリー以外、ストーリーってか、この、あ、動画以外で鬼は倒してないんやけど、基本。一回だけ狛犬に再戦しただけで、あとはしてないのよ。そう、武器をね、新しくしたら、だいたい狛犬に戦いの申し込みに行くんやけど。さあ、ボスだねー。金目鬼だ。24だもんね。超空だ。あ、そうだった。朱印寺、朱印寺。身代わり人形10個。なんか急にインフレしちゃったな。裏でも、持ってるんだけど、でも身代わり人間って結構使うっていうか、あの、クローンが来た時は大体、使いたくなるから、使いたくなるっていうか、なんかね、ウリ坊が逃げちゃうのよ、クローンが来たらいつも。それ考えたらちょっと、今のパンツより早いパンツが欲しいなって思いながら。怪力無双やって。強そう、行こうぜ。古今東西怪力無双。天下一品、天下一品？何をずっと言うんやろ。怪力無双は強そうやな、普通に。伝説の高2、2の起きて。高 2？ カヌちゃん、カヌちゃん！目怖っ。力也くん、力也くん！強そうだな、おめえ。うわ、その武器いいな。目が怖い、思った、それ。お前のセリフが邪魔。風丸のセリフが、クソ邪魔すぎて。あ、でも動きは取れ、動きは取れ。待って、なんか飛んだ。どこに飛んだ。あ、上におる、上におる。うわ、いって。お前、それはなしやろ。うち、映ってないって言って、会議が間に合わん。マジで。見てからで遅い。うわ、めっちゃ溜めてる。うわ、でかくなった。あ、うわ、いって、だから間に合う。マジで？あ、違う。これね、なんかできる。何してんの今。何ああ、取りに来た。何取りに来た。やべ、打点攻撃当てる。隙がね。出た。効果大撃？衝撃波か、もしかして。ああ、ミサイルってか、マップ攻撃みたいな感じか。マップ攻撃していいんわ。ニューガンダムとか、ガンバスターとか、ああいう感じだと必殺技には必殺技やな。分身でいいのか？いや、無敵の方がいいな。ちょっとノックバックするのやめ、ノックバックってね、バックステップ踏むのやめよう。華麗なバックステップ見せてくれるの嬉しい。痛いな。打点高っ。やば。だって、どこに打点っていうか、打つときあんまないんやけど。これ一発で大きいの入った。オッケーオッケー。いやー、くそ。連撃入ったらきつい。一気に体力持っていかれる。走る速さは私の方が上やから。あと、あんまりね、回避がうまく見切れてない。
今が邪魔で見えない。うーん、ぽい。くそー、技を打てんかった。攻撃範囲もでかいよね、こいつ。おえ。2発撃ったら回避ぐらいにしそうかな。ちょっと欲張ったら結構持っていかれるね。うわー、これ。この回転ぶり。回転の大ぶりね。いけるかな。倒せるまではいかんけど。オッケー。待って、一発目。まだ一回目。まだ一回目が結構もう回復使ってるよ、今。これで一回目。回復。回復つっても1か。あと1個も回復できらんかったか。入るかな？入らんかった、早かった。しまった。上に行かれた。上に行かれたら投げてくるから、ここやな。わかった。あいつが振りかぶったらもう回避してもええわ。うわー、早いな。見てからじゃ完全に遅いから。あいつが振り上げた瞬間、距離を取った。距離を取られた。振りかぶったらもう回避。違う、あいつ、投げてくる。あぶね。よく見切った、今。自分でも思った。今のうちにおにぎり食っとこう。いやー、で、取りに来るから、取りに来たら一発、大きいのいい子。回転切りの子がどんぐらい入るのかわかる。出たなー。いや、でも、まあ、直下攻撃やから、そんなにやね。なんかもっとサテライトレーザーみたいな感じで結構追いかけてくるもんやと思ったけど、直下やね。上がったらその場で降りよる感じやから、大天空と一緒か。大天空みたいなもんか、スマブラの。ちょっと例えが分かりにくいかもしれん。これなんかいい例えがないな。回復いって、あぶね、普通にモロに入っちゃった。何に例えたらいいんかな。何やったって、なんかね、グラシフのさ、サテライトレーザーみたいな感覚を思い浮かべよったんよ、私。上から行って、あの赤い円が追いかけてくるもんで、一定時間経ったら、落ちるっていう感覚やと思ったけど、全然違ったね。ちょっと待って、いけるね。ごめん、押すの早かった。ちょっと L ボタン押すのが早かった。おいらの霊力足りない？嘘だろ、ここでお前の霊力足りないはマジナッシングやろ。お前の霊力足りないはどうにか補って。気合で補って。お前の霊力足りないはもう、補ってよ。補填。なんか、力技でご利用しちゃった。いや、別に力でご利用してもいいし、この、カセマルでいいんだろうけど、始まる。もうこまめた、お前ただの回復要因やで。まあいいか、回復要因で。いや、もう一回やね。投げてくる。振りかぶったモーションぐらい、ここぐらい。おっけ、危ねえ。もう一回来るよ、すぐ来る。うわ、ちょっとあれやな。追尾しとるね、若干。若干の追尾があるね。でっかくなっちゃって、ここです。いやー、早かったっていうか、遅かった。どっちだった、砕けたかな。武器は砕いたわけじゃないか。砕けたように見えちゃっただけで。出たな。あんまり近づくすぎな。効果大撃、別段そんなに脅威じゃないね。で、その場に降りよるだけやから。当たったね。当たっちゃった。あれ？おかしいな。おかしいな。当たっちゃった。あれ？なんで当たっちゃったんだろう、今。なんで回避押さなかったんだろう。いつも念のため、痛い。回避押してたんだけど、押さなかったな、急に。当たるかな？ギリ範囲入ってるかな？完全無敵。こっちが必殺だ。大きなやつ一発入ったね。完全無敵やで。完全無敵中にボコボコ殴ってくる。これが大事。あ、でも無敵もう終わったか。終わってる。回復しよう。めっちゃおにぎりですか。もう団子とかじゃ間に合わへんもん。いってやべ。このジャンプ、踏み込み強い。踏み込みも強いし、分回しも強い。こいつ全ての攻撃が強すぎて。ちょっと待って、風丸回復して、ちょっと。ごめん、もう。風ちゃんごめん。風丸、回復してよ。よしよし、ダウン取った。もうあとは殴ろう。もうちょっと風丸のスタミナ的に
進めたら霊力的に絶対足りらんから、オッケーオッケー、これでとどめだよ。いやー強かったっていうか、かわしにくかったなー。すっげー苦手なタイプや、こいつ。前回のさ、文太くんよりはるかに強いわ、こいつ。文太くん弱かったもんな。文太くんに悪いか。よし、倒した、オッケー。でも、この必殺技、ちょっと癖ありな気がするな。よし、倒した、センキュー。効果大撃獲得。リケアを倒し、必殺技、効果大撃を覚えた。高いところから、地上に向かって、広範囲の攻撃ができるから、ほんまに直下ないな。スーパー着地みたい。そう、スーパー着地みたいなもんやな。いい例えがやっと出たわ。スーパー着地と一緒か。あー、6分。まあまあまあな時間ですね。ストーリーイベントあったっけ？あったよね、まだ。まだっていうか、普通に、リキア君倒したっとって。あー、で、こっから先に行けると。これ、あれちゃん、キノコみたいなやつがおったとこ行けるんちゃん。なんかまだまだ広そうやね。これ探索しがいがあるな。また私魂の解放せないかんの？私はマジックカード魂の解放を使うぜ。の前にセーブな。セーブ大事やけん、セーブするね。セーブさせてください。収録日がバレる。収録日がバレる。新商品まだだよ。ちょっとおにぎりだけ買い足さして使っちゃった結構。連休500個はキープしとこう。で、うりちゃん。うりちゃんどこ？あ、うりちゃん。うりちゃん？うりちゃん？反対よ、うりちゃん。うりちゃん。うりちゃんちょっと。うりちゃん？その端っこに止まられても。入れたわ、ごめん。よし、じゃあ行こうやけど、どんぐらい広がったんだろう。こっち側行けるってことだよね。まっすぐキノコの、なんかあんた邪魔だよっていうようなやつおったやん。あいつ話しかけれるってことかな。あれ、なんかこの辺おらんかった？あれ、この辺いなかったっけ？もうちょいこっち？あ、読み物ある。あ、おるね、おるね。話しかけてみようぜ。誰かの日記の一部。我らの兵どもが、かなわぬ侍が現れた。兵力を増強せねば、この島が落ちれば、再び栄えることはできなくなるだろう。これ、鬼側の日記かな、もしかしたら。みんな豆やな、私日記とかさ、全然つけへんからさ、やっべえ、魂ある。この辺に魂がある。魂もあるし、宝箱もある。え、宝箱じゃない、あれ何？何これ？馬にはなんか読みもある。フードの実。豪商の町、大きな蔵に噂あり、夜な夜なあやかしの声なり、人々を恐れ近づくことなし、外縁に深き森あり、鬼が暮れの森とも呼ばれる。じゃあ鬼と人間で交流があったやつがおるってこと？魂の間にこれ何？保安型の船やって、一寸法師のあいつ？あいつじゃない、あれ？キノコ族が乗ってきた。キノコ族だった。全然違った。船としては乗りづらそうな形状だが、小回りを聞いて移動はしやすい船のようだ。ただ船の操作は特別な技術が必要なんで、誰でも乗れる船ではないようだ。あ、じゃあ私がここの、今後乗れますよとか言うんじゃないんだね。ああいうところにさ、あるんだけどさ、宝箱。めちゃめちゃ振動するんですけど。キノコ族おるね、普通におるけど、宝箱先開けるね。キノコかな。あ、キノコだ。キノコ族だけにキノコだ。魂めっちゃある、ここ。3つ4つこの辺におる。読み物も3つ4つある。昔々あるところに、大きなとバーあり、サンガに囲まれ、いえいえ、ポツポツ、三軒線。桃太郎の生まれたっていうか、おじいちゃんおばあちゃんってこと？これは？ついに人間どもが攻めてきた。これまで鬼の力で退けられたが、キャツラの剣技に幾多の兵が葬られた。この島を落としてはならぬ。やっぱ鬼の日記だね。鬼の日記だ。
って。あ、てか、邪魔よって言ったやつが、あの赤いやつやろ。なんか普通に歩き回るよけど。花道早行けって話かな。これは変わった？身の丈八尺、上着の名刺、その泳ぐ様。塔に水魚のごとし、自ら技を試すため海に繰り出し、この島にいたりけり。英邦にて期待しに行くとあえて、要を二に挑むを妖術に、ひざまずかされんみたいな。あんた誰？邪魔ばい、どいてばいよ。ずっと怒られるんやけど、こいつに。なんでこいつにずっと怒られる私。まさに次回の動画にしようか。とりあえず、あ、ちょっと待って。めっちゃキノコ族おらん。なんかキノコ族ってレアっていうか、会いにくい子なんじゃなかったっけ。キノコある。呼び物もある。試練の位置。鬼、よ、ジマだったっけ。ごめん。読み方調べてくる。忘れちゃった。力縁と要石に祈り捧げ。しかし、ほとんど生存の試しだし。みんなやられてしまうんだね。めっちゃ魂あるし、呼び物もある。鬼研究者文献さん、玉原の里に鬼を育てていた。と、囁かれる夫婦があると聞いた。ここからそう遠くない。その話を聞きに行ってみたいと思う。人やけど、鬼を育てよったっていうことか。桃太郎？桃太郎が鬼だもん、もしかして。美食指南。魚を通す串はなるべく太く丈夫なものを選ぶ。焚き火は火力が強い。焼きすぎないように、遠火で焼くこと。遠火で時間をかける。一刻半以上も時を要する覚悟で臨むべき。一刻半ってどんぐらい？ 45 分 ?90 分どっちだっけ？どっちかだったと思うわ。忘れちゃった。で、ここだね。ここでまた、審議隊の要石に触ればいいか。下方ぶりに我に話しかけるのは誰ぞ。我の力を目覚めさせ、試練への導きへたくば、審議隊の要石に、導きの火を灯せ。いつも通りだね、ここは。あ、宝箱ある。一個はそうね、さっき見かけたね。さすれば我、目覚めの試練への道開かれん。じゃあ、ウリちゃん乗せてって。ちょっと、要石だけど、あ、めっちゃ墓地あるね、ここ。心、はい。心の要石解放して、試練の扉だけ開いちゃいましょう、今回で。誰かの日記、鬼ヶ島の、はかりに大将の命を設ける。鬼たちの本丸を落とし、太平を目指すという近頃のは、鬼の弔いもやめてしまった。私はもう幾人切ったか数は数えられるのに、手にはその感触は今も残る。これ人間の方の日記やね。めっちゃ墓地やけど。魂あるけど。うわ、作次郎とかさ。あ、リキア！リキア君、さっき戦ったやつやね。鬼人に勝るも風に切り裂かれん。あ、ナユタ姫の墓を探せ。確かにミッションにあったけど。マレオの美を誇った、騎乗なりて、長く伸びやかなる腕で剣を振るい、多くの鬼どもはその戦う様に見惚れり。神のごとく美しき姿、永遠に残すべしと試練に挑む。されど美貌は要鬼に通用せず。美しきままこの島にて発る。ああ、じゃあ、その人も、ダメだったんだ。春馬さん？豪華に筆を振る。執筆家やったってこと？なんか日記も、日記かな？鬼を切りすぎたのかもしれないと思うようになった。鬼ヶ島の鬼たちは屈強だが、戦うほど彼らの目に恐れが見えた気がした。どうかであの目を見た気がする気分が良くない。桃太郎かな？この日記の持ち主。なんか見つけちゃった。仙太郎とか知らん人の名前がめっちゃあるけど、これは今まで挑んできた人ってことかな。ためごろ。あ、ぶんたくん。その目100やっちんわけ戦ってこなかったよ。雷の前に燃え尽きんよ。
ためごろ、ためごろ、もう一回読んじゃった。キュウスケやって。試練に臨むけど、じゃあ何の力も持ってないのに、挑んで速攻負けたってこと？時を操る。鬼も人も定めの前になすべなしやって。命の黒煙、そういうことね。寿命で亡くなったってことか。さすがにな。これ先人っていうか、先に挑んだ人たちの墓か。なんか結構な数挑んだよな。湾を望む高台に集落あり、主な営みは漁。微妙なる魚数多く、焼きよし、煮てよし、切ってよし。一時、疫病と不良にたたられ、わらわの死数限りなし。子供、まくい、口数、口べらしってやつかな。口べらしは誰か、またちゃうんか。言うてる場合じゃない。そろそろ、花飯触りに行こう。来て。ウリちゃんどっか行っちゃった。あれ、ウリちゃんどっか行っちゃった。なんか水チャプチャプしてるけど、ウリちゃんまさか水の中入ってたりしてないよね。まあいいか、この辺にあったよね。自力で走りますわ。そっか。結構魂うるせえ。魂がブン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 。ずっと魂が反応してる。そう、このさ、魂が収録中にさ、すっごい鳴り渡るとさ、コントローラーがずっと震えてるのよ。もう走りますけど、これがキノコ族の集落だね。はい。はい、これで解放しきったんで、試練が出ますね、こっからは。そう、こっから、でも結構もう、なんぼ ?36 とか、今3つ目やけんな。鬼研究者文献1。我々と異なる存在にして人号を返し、たびたび争う鬼と呼ばれる者たち。彼らは一体どこから来た者なのか。そうだね、確かにね。めっちゃ読み物ある。宝箱もある。試練の2。試練に臨めしのうち、鬼人に敗北を喫す。喫すれば英語を要石に縛られ、さまよう魂とならん。その魂、鬼とも人とも異なる罰が、成仏許さぬ罰を与えられる。それが、私の回収してる魂ってことかな。いや、わからんよ。考察やけどな、あくまで。はい、キノコありがとう。じゃあ、今回は、ちょっと待ってね。ちょっとやっぱ、花飯解放したんやけ。ブンちゃんじゃない、ウリも、ブンちゃんって呼んじゃった。ブンちゃんはブンタくんやったわ。ね、まあ、試練の解放だけはして終わりましょう。はい、すべてを砕く波動を得た鬼の子よ。そなたはいよいよ道を踏み外した。踏み外してない。道を外した。声なき声に耳を傾け救うことこそ慈愛なり。慈愛な今、そなたを待ちわびしは死を受け入れぬ者ども。あ、じゃあ魂を解放してやれってこと？ほんまに。こいつら結局なんなん？クータと一緒の見た目してるけど。クータの雑念とか邪念、雑念じゃねえ、邪念とかじゃないんだよね。要鬼の手招きに誘われ、試合制すれば新たな力を得ることになろう。分かったやけど、あ、でけえキノコある、でけえキノコあるけど、セーブポイントがないなって思って。いや、まあいいか、先に、こっちか、はい。はい、大歌姫の墓を見たんで、効果大劇の技が上がりました。では、今回はこの辺で終わりたいと思った。セーブおじいちゃん、セーブ、セーブじいちゃん、頼むわ。はい、では今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ。